なんだ、動けるようになってんのかあんた。動けなくなったのを知ってるみたいな言い方してんな。そらそうだ。あんたが血を流して転がってるのを止血したのは俺だ。何？聞き逃したか、俺が止血したって言ってんのよ。へぇ？へぇ、そういうリアクションかよ。別にいいだろ、どんなリアクションでも。まあそうだな。あんたなら感謝とかしねえと思ったし。分かってんならなんで助けた？俺の気まぐれ。ほんじゃ、連れ来たから行くわ。せいぜい生き残るこった。お前に言われなくてもそうする。戻ったよ。戻りました。おかえりんさい、二人とも。おう。はあ、どうしたのよアスカ。あのメガネのゲスいやつ、なんとか歩いてて復活してたわ。そのまま撃沈してればいいのに。あの人レイさんが怪我プラス過労死しかけた原因なのに。か、過労死。あー、立ち向かってくれたからってこと。あい、あれ、このバケツの中、魚ですか？そうだよ、アスカが釣ってくれたやつ。魚、釣りできるんですね。死にかけたけどな。それね。お、おう。ふう、まさか魚が食べれるとは。しかもさっきまで生きてたやつを。缶詰系ばっかりだとマジで飽きてくるからな。確かに。はい。水風呂どうする？先行く。俺、後にするよ。風邪ひくなよ。温めてくれたらしかない。へいへい。付き合ってます。ああ。まあ。うん。大好きです。やることもやりました。はよ行ってこいっての。へ、つまんないの。このゲームの前からお付き合いを。いや、このバカみたいな世界に来てからだよ。元は男としたつるんでなかった。妙な巡り合わせもあるもんですね。グレン君はどうなんだ、ずっと一人で頑張ってきたのか。一人か、ゲームで参加した人と話した程度のコミュニケーションしか取ってないですね。というかそもそも元から僕は一人でした。それはかなりの苦労をしてきたと判断していいのかな。はい。それにこの羽、実を言うともしかしたら、そういう願望が、強かったからかもって、なんとなくそんな気がするんです。望んだ結果生えてきた、と。僕はもともと蝶がつくほどのブラックなところで働いてました。黒すぎて漆塗りじゃないかってくらい真っ黒なところでした。まず残業は当たり前、無茶ぶりも当たり前。家に帰れないのも当たり前。使用時間、終了時間の概念すら危ういくらいのところでした。どの程度だったのかな？5日でそうだな。50時間は軽く超えました。戻ったらすごい話が聞こえたんだけど。あ、お帰り。続けて続けて。もうずっと家にも帰れない上に椅子を並べて横になるのが、当たり前になってました。言うても1時間くらいですが。それで給料は14万とか。税金とかもありますけど謎の諸経費で。7万引かれてました。その時点でもう頭が狂ってたので、あれ、家借りてる意味なくね、とか、家電買ったのに。あれ、使ってないな。売っ払う。なんてことが現実味を帯びるような、そんな生活でした。それが半年続いた頃かな。は、半年。強くね。それでまあ、生きる意味をなくしちゃって、台風が来ていたその夜に僕は屋上に行って空を眺めてました。ああ、この風に乗ってどこかに飛んで行って、そのまま、僕は飛び降りて、気づけば明るい場所、そして知らない場所にいて、気づけば羽が生えてた、なんていう変な展開になったわけです。でもまあ、めちゃくちゃ飛び回ったんですけどね。えげついな。労働基準法とか霞んで見えるやつ。まあ労働基準法は基本厳守してるところはあんまりなんだけどね。というか気になったんだけど、あ、これ結構デリケートな話で、そんな極限状態でさ、自分で投げ出しちゃうくらいだったのに、なんでここまで生き残れたんだ、というか生き残ろうって気持ちに。お気になさらず、言われるとは思ってました。最初はどうでもいいなって、こんなことって思ったんですけど、やっぱり怖くなったんですよ。実際に人となり合わせになって、なんかやだなって、こんなんで死ぬのは意味ねえなと。そっか。にしても不思議なもんです。自分でどうでもいいと思ってたのに、
いざ危険になるとやっぱり嫌だってなっちゃうのは。人間らしさってのが残ってるからなのかな。それで変わらなかったらそれはもうマジモンって感じだけど。マジモンになった場合この世界だとどう生きるんでしょうかね。えぐいことになりそう。ふわー。そろそろ寝ましょうかね。僕別のところで寝ますね。別のところ。僕いたらあまり、イチャコラできないでしょ。お。ブルッときた。布団。あれ、アスカ、どうしたの？いや、グレン君の話を思い出しててさ、羽が生えた話。本人が強く望んだからって言ってたけど、もしかしてこの世界、そういう願望を叶える部分もあるのかなと。自分の願望を叶える。じゃあここにいる人全員、命投げ出す願望あった的な。ここに来る前からそういう願望はねえけどさ、羽生えるとか普通ないだろ。もしかしたらその可能性あるのかもって思ったんだよ。望んだことが現実にか？モロゲームの世界だね。まあ、確かにそうかも。があ、死にちゃうこれ痛い。そりゃ皮膚がこうなってるんだから死にてあかんでしょうよ。ですけど、わあ。はい、あとは包帯。はあ、あざっす。自分でできたらいいんすけどね。自分じゃ届かないところもあるからね。仕方なし仕方なし。そういえばアスカさんは、だいたい朝は釣りに行っちゃうよ。あとはどっかあさりに行ってる。なるほど、そういうことか。そういえばアスカが言ってたんだけど、グレン君が羽が生えた話でさ、強く望んだことが実際にそうなるのかなって話になって。ああ、可能性としてはありそうな気が。今まで会った人でそういうのに関係してそうな人、いた。当てはまりそうな人。どうでしょうかね。願望や欲望ってその人によりますし、分かってないこともあると思いますし、聞いてみても答えない人とかいそうです。あ、確かにそっか。戻った。あ、お帰りなさい。何釣れた？イカだった。イカ。イカか。何で普段食べないからいつ以来かわかんないかも。じゃ新鮮なうちにやったるぞ。うまかったのであります。わかる。っていうか本当田舎に引っ越して生活してる感か。わかる。自給自足感。ま、普通に漁ってるけど。ゲームなければいいんだけど。その願望が通じたらいいんですけどね。でも無理でしょこればっかりは。嫌な音が聞こえた。生存者の皆さんにゲームのご案内です。皆さんの奮闘により難易度が一桁のゲームが少なくなっております。二桁のゲームはクローバーの10のみクリアされております。その他の二桁のゲームの難易度ははっきり言って段違いとなります。生存者がとてつもない速度で減少する可能性があります。しかし参加人数が多いことでクリアする確率は上昇するものとなっています。危険が伴いますが、参加することをお勧めいたします。二桁のゲームに関しましては今回のようにアナウンスいたします。皆さんの健闘を祈ります。殺す気満々じゃねえか。